一輪を恐れぬ不貞な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもし、卑弥呼様、火の光で目がくらんでいるぞ。これ、この戦が終わったら死ぬなとか考えちゃいけないような気がするな。全ての事象は我が盤上つく。試してみるには良い機会か。カンナギよ、この秋には光を集め卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃したが光を集めているところよ。本当ですか？それならそこを超えが聞けますね。モーリさん、私もお手伝いします。存外使えるこの人、いや我が王の霊の話だ。やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための光です。罰が当たりますよ。お前の守ろうとしたものを俺より我らは破壊する。ほらほら、しょんぼりしてちゃダメですよ。はい、みんな引き金には指をかけたままにしておけ。たわむれに王に例えるならば、ヤタの王といったところ。棟梁が突破、急ぎ我らも続けろ。あの人、さては悪い人ですね。もう一人、私がズバッと懲らしめてきます。カンナギよ、日常と卑弥呼の彼女が了解です。集まって風に。ワンズルの我らには大将がついておる。卑弥呼様に代わりお仕置きですよ。手駒にしておいて静着であった。卑弥呼様が孫一姉様は悪い人の仲間になるって。もはや駒にもなり得ん。我が盤上の切り崩れ、聞けカンナギ、卑弥呼などもとよりこの地にはおらぬわ。あなたのような人にお天道様の力は使わせませんよ。腰召しません。やっ、戦場に漂う荘園の雲、その中に我らはいる。元成様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大からには使えませぬ。何、小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。言っても無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。世の死に削れたら俺が兵糧を抑えられ。かわいそうに、とっくに絡め取られてるぜ。バレちゃいました。また悪巧みですね。私負けません。引っ込めし、元成様が高らかに歌っていただと。おのれ、ざれごと。小娘、我と張り合うか。減らしたまえ日輪よ。棟梁が抑えたぞ。おのおの次の段階へ移れ。カラスの鳴き声を。元成様のお力で再び日輪が。我らに叶うと思うのか。小賢しい。寺様、リン。残る一つ。他の神とは一味も二味も違うと心得よ。次の一手を打つまで。飛行艇。最下として生きることもできる。この戦を生き延びれば。弱気になれぬ。少しは主を信じるのだ。寺様。あ、リン。それがどうした。
我が策に陰りなし。分けよう雷雨。言うな、今日の戦もみんな一緒だ。死してあがなえ。教えてやろう、銃とはこのように扱う。滅び不物を我らを導け。一人よ、我をも駒と捨てるか。今ここで我らを雇いたいと？無理だな。次の戦場が我らを呼んでいる。